よいしょ。やっぱでもあれやね、何でも匂うね。まあね、俺だね。うん、いいよ ね。これでもう XL。XL？ うん。俺 L。うん。よくない？うん、全然いい。ね、L でも結構。これ XL。あ、としみさん始まってる。あ、すいません。今日はですね、はい、はい、皆さん本当大変もう長らくご好評いただいておりますスクリーンスターズとワイパーのコラボの新作ですね、コラボ第3弾が登場しました、入荷しました。いいですね。はい、ということでそちらの、はい、ご紹介でございます、はい、もうね、第1弾、第2弾ととしみさんなんかは結構購入いただいて、はい、本当にありがとうございます。いや、大好きですね。はい、私もですね、この夏場はラウンドフェム、秋冬はサーマルが着倒しておりましたので、まあ、すごく今回もですね、もう自信もっとお勧めできる商品が完成しましたので、そちらのご紹介というところで、ご期待いただければなと思います。はい、まずですね、こちら、白と黒ございますけれども、今回ですね、厳密に言うと別商品になります。色違いではございません、ただのですね。はい、でこちら今回ですね、私この商品にですね、こういった名前を付けさせていただきました。まあ、いつでもですね、もう自分めんどくさがりなんで、うん、大体同じやつしか着ないっていうのもあるんですよ。ありますね。はい、そうだね。もう秋冬だったらそれこそこのスクリーンスタートのサーマルばっかり着ちゃう。はい、というところで、この春夏ちょっとめんどくさいな、今日こうで決まんないなっていう時に、とりあえずこれ着ときゃ一緒みたいなところで、スラックという名前を付けさせていただきました。スラック、まあ、怠け者とかそういった意味があるんですけれども、本当にこうめんどくさい時、ちょっとコード決まらない時、これ1枚引くときは様になるぜというところで、今回スラックというですね、 T シャツの名前を付けさせていただきました。いいですね。でも確かにやっぱね、はい、夏場って単調なコーデになって、はい、わーどうしようかな、これ着ようかなが、そうなんですね。単調だから、まあ、まあ難しいところであるんですけれども、まあ本当にもう決まんないなっていうところに、これを選んでいただければなと思ってですね、こちら生産させていただきました。はい、でこちらですね、まあ、先ほど別商品だとお伝えしましたけれども、大まかなディテールは一緒になります。と言いますのも、こちらですね、80年代の、まあ、T シャツのディテールを再現して、裾であるとか袖、こちらはシングルステッチの、ステッチを採用させていただいております。でそしてこちら横はですね、脇剥ぎではなく丸胴仕様にしておりますので、あまりこうよじれが出ないような仕様になっております。そして、まあ、生地の厚み、まあ、オンスとかでだいたい T シャツとかだと表現させていただくと思うんですけれども、こちらが 7.4 オンスとなっております。まあ、そうですね、まあ、厚すぎず薄すぎずの、生地の厚みかなと思いますね。で、まあ、ちょっと一人にですね、この 7.4 オンスと言われてもどれくらいなのって思うと思います。はい、でちょっとイメージしやすいようにですね、まあ、まあ、うちで取り扱いのメーカーとかブランドとかのですね、生地の厚みをちょっとご紹介させていただければなと思うんですけれども、うちのグッドオン、はい、ドベーシックな701という品番のですね、うん、T シャツ、はい、こちらがですね、だいたい 5.5 オンス 5.5 オンス、うん、で、まあ、ユニクロさん、はい、とかの何でしょう、 UT、無地の結構空張りが多い T シャツあると思うんですけれども、はい、あれもだいたい 5.5 オンス 5.5 で、あとヘインズでいうと、まあ、ビーフやりますよね、はい、あれがだいたいヘビーウェイトと言われてますけれども 6.1 オンス、うん、で、昨年販売させていただいた白、うん、これが 7オンスかな、7オンスですね。で、あとうちで販売しているグッドウェア、スーパービッグとかあると思うんですけれども、あれが 7.6 オンスと、うん、なんで、まあ、うちでいうと白と、グッドウェアの合いなかぐらいかな。あ、でこっちで来ると結構しっかりとした、そうです、まあ、ヘビーウェイトという部類に値するぐらいの生地の厚みかなと思います。で共通のディテールとしてはこんな感じですね。そしてですね、ポケット、こちらも共通のディテールなんですけれども、こちらも程よいサイズ、大きすぎず小さすぎず、まあ何でしょうね、タバコとか、うん、あと何でしょう、何入れます、ポケット、メンティア。なんで
なんて、ね、ミンティア。ミンティア。あ、ミンティア。ミンティアですね。はい。タブレットなどですね、入れて、ちょうど収まりがいいサイズ感のポケットのサイズにしておりますね。ミンティアちょうどいいですね、確かに。ちょうどいいと思うんですよ。ミンティアポケットとしておすすめでございますぞ、はい。で、続きまして、まずですね、この別々の商品でご案内しましたけれども、まず、この白ですね。こちらの白いカラーの T シャツに関してはですね、まず、色としては肌に馴染みやすいように真っ白というわけではなくて若干ですけれども気になっております。ほうほうほう。なんでこちらもですね、結構着込んでいくうちにまたこう結構味が出るような生地としての質感かなと思います。ちょっとザラッとしたようなですね、うんうん、コットンを採用しております。でも着心地は悪くないですね。めっちゃいいでしょ。気持ちいい、はい。でこちらワンウォッシュかけておりますので縮みもそんなにないです。嬉しいポイントですね、はい。あと、まあ白 T だと皆さん気にされると思うんですけれども、チクフケ、テクフケですけど、テクフケですね、はい。こちら気になると思うんですけれども、まあ、私試してみました、はい。どちらかといえばですね、おそらく色素はですね薄い方だと思います。お、そうなんですね。多分ね、はい。これは読みしか知らないですか。やめてくれ、そういう生々しいことはやめてもらえるといいです。はい、まあ、薄い、まあ、どうなんでしょうね、うん、まあ、なんでしょう、鍛え上げてる手首の人に関してましてはちょっとでしょうね、こう見ようと思ったら見えるかもなぐらいなので、そんなに気にならないかなと思います。ああ、正直、まあ、普通に着てたら分かんないです。なるほど。っていうぐらいですね、はい。結構濃い人だと見えるかもしれません、はい。ということでこちらもですね、まあ、先ほど 7.4 オースと言いますけど結構ヘビーなので、そこに関しては問題ないかなと思います。そしてですね、こちら続きましてブラック、はい、はい。こちら、まあ、こちらに関してはですね、ワンウォッシュではなく、生地にですね日焼け加工を施しているんですよ、はい。なんでヴィンテージの T シャツ、古着テイストみたいなですね仕様にしておりますので、なんでしょうね、本当に無地のヴィンテージ の T シャツを着たかのような質感ですね、うん。見た目からも分かりますね。見た目から分かります。ちなみに私洗濯3回ぐらい繰り返してるんですけれども、結構ですねそれでも結構経年変化があって結構白くなってきます。はい、こういったちょっとした毛羽立ち、そうです、毛羽立ちもあってこういうちょっとなんかかすれたような色合いですね、うん。なんでこちら黒に関しては結構一点一点ものによって表情が違うので、なんで一回一回買うごとに多分何でしょう、別物を買ったような、一点物を買ったような感覚で購入いただけるかなと思います。面白いですね、はい。黒かっこいいですよ、うん、はい。というところですね、はい。ということでですね、めちゃくちゃかっこいい仕上がりになっております。あとすいません、これを忘れてました、はい、はい。こちら、まあ、うちのコラボアイテムとしては共通のですね、言えばですね、はい、ペーパータグ、古いタイプのですねスクリーンスターズについているペーパータグ、そしてこちらうちのですねワイパー限定のバーのカラー緑、うん、こちらも採用されておりますので、こちらももちろんうちのコラボアイテムを象徴するかのようなディテールでございます。そしてもちろんパンパンパン専用の袋ついております。今回これがね可愛いんですよね。そうなんですよ、ちょっとね昔の何でしょうね、もうこうオールディーズな感じがしてですね、めちゃくちゃいいんですよね、はい。こちらも旅行とかで使いますから、ね、ですよね、はい。もちろんバッグとしてもね、クラッチバッグとしてもおすすめでございます。これが流行りのそれとこちらの専用の袋に入れてお届けいたしますので、こちらもですねご期待いただければなと思います。で気になるですね、各スタッフの着用サイズに関してはこちらをご覧ください。ドン！
かがだったでしょうか。はい、はい、一応ですね、気になる詳細、まあ、サイズスペックであるとか、あとも各スタッフの着用サイズに関しては、まあ、こちら概要欄のですね、商品ページの中でご覧いただけます。そちら詳しく価格なども含めてご覧いただければなと思います。そして気になるですね、あの販売時期なんですけれども、この動画の翌日19時から販売となっております。何時でしょう。19時です。はい、それは19時です。いわゆる夜の7時でございます。はい、というところでですね、今回こちらもですね、チャットしてくれれば嬉しいなと思っております。これでも数的にもそこまでなんでしょ。そうです、初回ということで。そうです、初回販売に限り、そんなに、まあでももちろんあのまとまった数用意してるんですけれども、はい、結構今回もう本当に自信作できましたんで、もうすごくですね、殺到してほしいなと思いながらも、あ、そうですね、このことをお伝えしてます。間違いない、皆さん買ってください。で、僕らはもう第1、第2、はい、第3弾目、こちらも間違いなく食べるんで、はい、養殖行きたいと思います。もうこの前のですね、4月のイベントでも結構サーマルとか、うん、ラウンドフェム T シャツ着てる方もたくさんいらっしゃって、本当に嬉しい限りでございます ね。今回もですね、本当に自信作できましたので、ぜひ皆さんもご検討いただければなと思います。間違いない。それでは皆様、さようなら。よろしくお願いします。19時から販売となっております。はい、今回初回生産というところでですね、ちょっと即完売も